いつになってもあなたは竜宮城の大事なお客様です。私がしっかりとおもてなしいたしますわ。はい、どうも、テケテケです。はい、とつで、新しくガチャに並んだ MR 乙姫、ね、近いっすね。なんか他のキャラクターと距離感が全然違いますね。この迫ってくる感じ、運営さんの売りたい気持ちがめちゃくちゃ前面に出てますね。はい、とつで、乙姫ちゃんですが、まあ、しっかり今回のイベントの玉手箱がここにあったりとか、竜宮城が後ろにそびえていたりとか、これ多分門じゃなくて、これ自体がもう城ですよね。なんか窓みたいのがあったり、渡り廊下みたいのがここにあったりとか、いや、すごいデザインですね、これ。すごいマイクラで作りたくなる。この金星の取れてない感じがなんとも心くすぐるなと思うのは、私だけでしょうか。あと意外と水面に近い高くしすぎちゃって、これ亀助けなくてもちょっと潜ったら見つけられそうっすね、この距離なら。で、あと竜の化身みたいな子が2匹、乙姫ちゃんの横についてて、まあ、これも可愛らしい。ちょっと目が飛び出すぎてて怖いですが。で、乙姫ちゃん、ここは触らないで。ここの角は生えたばかりでまだ敏感なんです。よく見ると、この前の角と、後ろにも、でっかい角ありますね。最終的にこの前の角も、このぐらい大きくなるんですかね。はい、あと、この指の動き注目してみてください。私のいたずらが気に触ったら、謝ります。イラスト発注者の方、ものすごい細かいとこに全力出してきましたね。いや、こういう細かいのもっといっぱい入れてほしい。はい、で、乙姫ちゃん、奥義は、ステータス系が上がる奥義。あと、美月ちゃんと絡んでるんで、またイベントを途中で解放できる形になると思いますが、まあ、ちょっと嬉しいですね、このステータス上がるのは。さあ、ということで、スキル見に行きますか。はい、スキル1が HP パーセンテージが低い敵4名に800から 2400% の攻撃を仕掛けていきます。敵の HP パーセンテージが低いほど、このダメージパーセントの推移は高くなっていくと。はい、限りなく敵の HP が0に近い時に 2400% のダメージが出せる形になりますね。まあ、敵の HP が半分ぐらいだと大体 1600% の範囲攻撃と、いう感じで、まあ、スキル1 1600% ぐらいっていうのはあんまり強くないですね。HP が低いほど火力高くなっていくんで、開幕で使うというよりは応援出しで使っていくっていうような雰囲気をこの時点で感じますね。で、さらに敵に知力値で勝っている場合、敵の状態状態状態性を 100% 無視することができると。はい、ことで、状態状態性無視しながら、その後 100% の確率で3ターンの間、敵を罪悪燃焼状態にさせることができますよって書いてありますが、いや、これめちゃくちゃ今回残念なのが、この知力値で勝った場合できる状態状態性無視っていうのが、このキャラクター知力値パッシブが全くないんですね。いや、ちょっとこれかわいそうすぎませんか。知力値勝負があるのに知力値パッシブがないので、特に帽子同士だった場合には剥がすのが絶望的なんですよね。ちょっと特に格上相手だと、うん、会心値パッシブとかなしにして高知力とかでも良かったんじゃないですかね。はい、ということで、まあ、まずここがめちゃくちゃ残念で、だいぶ評価下げちゃってるわけですが、まあ、一応罪悪燃焼の効果としては、罪悪燃焼状態のキャラクターは毎ターン、その罪悪燃焼を付与された時に受けたダメージの半分のダメージを攻撃前に受ける形になると。まあ、例えば100のダメージを受けながら罪悪燃焼を貼り付けられた場合には、次自分のターンが来る時、攻撃前に50のダメージを受けることになってしまうと、ああいうのが燃焼の効果になるんですが、まあ、罪悪燃焼の場合はさらに、その燃焼保持者が生後状態じゃなかった場合には、燃焼で受けるダメージが倍になってしまうということで、先ほどの例で言うと50の燃焼ダメージだったのが100の燃焼ダメージになると。まあ、つまり罪悪燃焼を付与した時にぶつけたダメージと同じダメージを毎回受けるっていう風に考えると、まあ、それを3ターン受ければ100のダメージをぶつけて燃焼をつけて、その後3ターン100、100、100と、はい、合計300プラスできるんで、まあ、合計で言うと4倍のダメージになるっていう風に考えると、まあ、ここ半分の 1600% のダメージだったとして、その4倍、はい、6400% の範囲攻撃がスキル1でできるっていう風に考えれば、まあまあ強いんですが、まあ、ちょっと最近の MR 環境だとダメージパーセントで押すというよりは、まあ、ここに知力値ベース防御無視攻撃とか攻撃力ベース防御無視攻撃がないと、まあ、いまいち殺傷力としては弱いので、でしかも生後状態、今ばらまき放題ばらまけるんで、2倍の威力の燃焼ぶつけられるっていうのもなかなか機会としては少ないので、まあ、やっぱり火力はあんまり燃焼含めて期待できないかなっていうところですね。はい、ただ罪悪燃焼にはそれ以外にも効果があって、罪悪燃焼が3ターン以上の時に攻撃がヒットしたら、バフかまたは生後バフ1枚が剥がされてしまうというような、まあ、バフ剥がし効果がついているのが罪悪燃焼の特徴になっており、はい、そしてまあスキル1でうまくいけば敵の生後バフなんかを剥がすことが狙っていくことができるんですが、やっぱり条件がね、知力値で勝ってないと耐性無視 100% が発動しないんで、燃焼付与がうまくできるかどうかがかなり難しいんですね。しかも見てもらうと、はい、罪悪燃焼今3ターンの義経ちゃんが一番下にいて、緑バフ3枚と生後バフ3枚つけてますが、はい、この義経ちゃん
ちゃん燃焼3ターンの時に殴りに行って1枚剥がせるんですが、はい、剥がれたのは、まあ、残念ながら緑バフと、はい、いうような感じで普通の緑バフと聖護バフが同時にあるキャラクターに罪悪燃焼がつく場合には完全にランダムで剥がしに行くので、まあ、本命の聖護バフを緑バフをたくさんつけていればおとりで守ることができてしまうと、はい、いうところで、まあ、聖護バフ剥がし機能としては使いづらいのが罪悪燃焼の特徴になりますね。はい、しかも知力値条件があると、はい、ちなみに罪悪燃焼に関してはこんな感じで攻撃をミスった場合には付与することができませんでした。まあこれはいつも通りですね。はい、あと罪悪燃焼に関してはこんな感じで、まあ、祝福つけた状態で乙姫ちゃんの攻撃完全にカットした上で罪悪燃焼をつけられてしまった場合、はい、次英徳ちゃんのターン、はい、しっかり攻撃前に罪悪燃焼ダメージ祝福無視して通るんですね。なんで罪悪燃焼を付与するときにダメージ完全にカットされてるんでノーダメージなんですが、裏ではダメージ計算があってそれを利用して燃焼ダメージは後から聖護バフの裏からぶつけることができるというのが、まあ、燃焼のいいとこですね。はい、まあ、ただこんな感じで燃焼をつけられた後影光を付与してあげた場合にはしっかり先ほどみたいにすり抜けるみたいなことはありませんでした。影光ではカットできちゃうんですね。はい、あとはバリア状態の英徳ちゃんに今ダメージぶつけて、まあ、バリアで対応したので生身は赤色の文字でマイナス1、バリアの方に紫色の文字で1800万のダメージぶつけてますが、この後英徳ちゃんのターンになるとき、はい、攻撃前にもう一回紫色の文字で1826万のダメージと、まあ、バリアで生身のダメージは完全にカットされてるんですが、しっかりバリアの方には燃焼ダメージ同じダメージをぶつけることに成功してます。まあ、バリアのダメージカットには影響されないとというような、まあ器用な動きできるんですが、その前提の火力自体がね低いんで、まああんまりこの罪悪燃焼でどうこう相手を倒すとか、まあそういったところは狙いづらいですね。で剥がし機能も半分死んでるんで、いや残念ですね。これはただただ、まあ、武将と弓将相手に剥がしていく感じですかね。はい、そして全ての攻撃が終わった後4ターンの間自分が聖護影光状態に入って MP×40 倍の規模の影光を作ることができ、影光状態の時は受けるダメージが30から 60% 減ると。でこの推移は自分の残り HP が低いほどダメージカット量が多くなりますよということで、まあ、限りなく自分の HP が0に近い時に 60% カットができるなかなか硬い影光になるんですが、まあ、ちょっと他の影光キャラクターと比較してみますか。はい、そうするとこちら、はい、今2次以上のレアリティで影光ができるキャラクターたちを全員並べてきて諸々の条件揃えて影光規模ですね比較していくと、乙姫の影光サイズより強い影光が作れるキャラクター英徳ちゃんだとか蝶が自分自身につける影光だとか天草四郎あたりに負けてしまってますね。で水鏡先生と同じぐらいの影光が作れると、で水鏡先生と比べた場合には単数で一旦乙姫の方が長く、まあ、影光が途切れる隙がないというところが特徴になっており、まあ、さらに、まあ、影光の大きさだけでなく、まあ、影光が壊れるかどうかは生身の硬さなんかも重要になってくるので、まあ、そういった硬い肉体を持ってるかどうかというとこですが、右見てもらうと乙姫はちゃんと防御力パッシブなんかがあったりして、まあ、ここで水鏡先生と大きな差が開いてますね。まあ、ただ水鏡先生知力値パッシブがあって逆に乙姫はないので、まあ、砲術攻撃なんかには水鏡先生の方が対応できると。ちなみに英徳ちゃんや小王なんかは両方とも持ってるんで、まあ、めちゃくちゃ硬いですね。まあ、特に小王なんかは状態状態性も 120% あって発光とか撃砕つけられながら殴られて壊れてしまうっていうケースも少ないし、いや鉄壁ですね小王。はい、あと特徴としては神髄共鳴スキル、乙姫は筋力値と攻撃力ベース防御無視攻撃を両方とも自分の知力値を利用した固定値カットができるキャラクターで、まあカット量としては少ないんですが、この部分可能英徳ちゃんなんかはこの太字で書いてある金っていうのが筋力値ベース防御無視攻撃に対して割合カットできるという意味で、英徳ちゃんは神髄共鳴スキルでの硬さっていうのも持ってるので、まあ、やっぱり上の2人なかなか壊れませんね。はい、まあ、さらに霊感とか霊王みたいな筋力値ベース防御無視攻撃に対する対策があると。一方乙姫影光以外のバフが残念ながらないんですよね。まあ、耐久に効くようなバフがこのプラスアルファでね何持ってるかっていうの結構大事なんですよね。はい、その部分が乙姫はありません。その代わり、まあ、うまくいけば罪悪燃焼によって敵のバフを剥がして、まあ、火力を下げたりってことが狙っていけて、まあ、あとなんといってもカット量ですね。影光状態30から 60% のダメージカット機能をつくんですが、まあ、大体上のキャラクター 20% から 40% っていうのでやってて、まあ、安倍の生命ぐらいですね。 30% から 60%、まあ、ただ生命ちゃんは影光規模がめちゃくちゃちっちゃいので、まあ、乙姫のアドバンテージとしてはこのカット量の大きさがありますね。まあ、特に HP が限りなく0に近いピンチな時 60% カットと、この前の生後不可視ぐらいのカット量あるんで、まあ、HP 低い状態で影光化できればだいぶ硬いですが、スキルの特性上応援出しが基本になるので、応援出しで範囲攻撃した後、まあ、反射ダメージなんかで HP 削れるかもしれませんが、まあ、今バリア環境だとそんなに反射もガンガン飛んでくるって感じでもないんで、まあ、課金帯にもよりますが、まあ、ハイ課金の方のバリア環境に行けば行くほど打ち終わった後の影光めちゃくちゃ弱いやつになっちゃう可能性高いんですよね。はい、一つで、まあ総合で見ると、まあ、まずまずといったところでしょうか。まあ、規模も大きいしカット割合も高いんで、まあ、水鏡先生と同格というよりは英徳ちゃんや小王クラスの方に近いんじゃないかなっていうところですね。まあ、硬いです。まあ、ただこの前のニミエみたいに影光プラス踏破みたいなキャラではないので、まあ、ガチガチ
は2名ですね。やっぱり規模自体はちっちゃいですが、まあちょっと乙姫に関しては耐久がこの影光にのみしか頼れてないので、自分の攻撃の反射によって影光を壊してしまったり、まあ敵に集中攻撃受けた場合には壊されてしまったり、状態上耐性もないんでね、破壊や撃砕なんかつけられて連撃された際には簡単に壊れてしまうというところで、まあ後でまた大谷氏との対マン戦とかで撃砕つけられながら殴ったらどうなるかみたいな映像あるんで一緒に見ていきましょうか。耐久がねあんまり良くないです。はい、そして2ターンの間最大攻撃力が最も高い味方2名を生後転獣状態にさせ、その味方が毎回攻撃時にメインステータス ×3 倍のダメージが加算されるようになりますよと。はい、ことで、まあ、今回一番このキャラクターの大きな特徴といえば、この生後転獣っていうのを味方2名の主力につけることができるようになったってところですね。はい、これがこのキャラクターの一番大きな特徴になっており、まあ、これがちゃんと強いのかどうかによって登用すべきかどうかっていうのが変わってくるんですが、まあ、ちょっといろいろ調べてみました。はい、まず生後転獣がない状態で俵トータちゃんなんかで殴ってみると、敵に対して658万のダメージ出せていますが、このトータちゃんの敏捷値、まあ、27万1000というような敏捷値で、さらにクリティカルが出た時の物理回心ダメージ 260%、まあ、2.6 倍されますよと、はい、というような形になってますが、乙姫の天獣、はい、つけていって、はい、一番上のモーテン殴っていきましょう。まずはちょっと援護があるんで、はい、燃焼で剥がしてから、はい、その次の攻撃のダメージ869万7915と、はい、ことでしっかり先ほど見た敏捷値の3倍分っていうのが上乗せされており、その上乗せされた3倍分の敏捷値ダメージにしっかりクリティカルダメージの 2.6 倍も、まあ、気になる方は計算してみると分かると思いますが、乗っかってることが分かると思います。はい、なんでもともとステータスベース防御無視攻撃ができるキャラクターの場合、まあ、例えば俵トータちゃんの場合はスキル1で敏捷値の8倍の防御無視攻撃がもともとできますが、それに3足して11倍の防御無視攻撃の6連撃から9連撃ができると、はい、ような感じで進化させることができます。はい、こんな感じで乙姫まずは天獣なしで殴っていきますが、はい、ダメージ見てもらうと、まあ、天獣なしでみゆきさんの乙姫トータちゃん倒しちゃいましたが、はい、ダメージ見てもらうと2729万と、はい、ようなダメージがクリティカルで出てるような形、はい、このダメージ覚えておいて、はい、その上でじゃあ天獣つけた場合どのぐらいのダメージが出るか、はい、火力の違いですね見てもらいたいですが、はい、実際にはまあ影光を壊した後クリティカルが出た時のダメージ見ていきましょう。はい、2900万と、ようなダメージになっており、この場合だと 10% ダメージが伸びた程度という感じですかね。はい、まあ、そこまで劇的に倍になるとか、そういったものにはなってないので、まあ、例えば、まあ、今後、生後暴走キャラクターとかが出てきたら、まあ、そっちでステータス自体を 1.4 倍とか 1.5 倍とか、まあ、そんな大きさにしちゃった方が火力伸びるような感じしますね。まあ、暴走つければ攻撃力も2倍になるし、まあ、暴走に関しては戦役なんかでも使えるんで、まあ、小機微待った方がいいかなって感じしますね、これだと。はい、私の結論としては今のところそうなりますね。残念ながら。まあなんで既存のステータスベース防御無視攻撃キャラクターというよりは、やっぱりステータスベース防御無視攻撃がもともとできないキャラクターにつけてあげるというような感じになりますかね。まあ八木宗則ちゃんのスキル2の16連撃とか、そういったところに筋力値ベース防御無視攻撃つけてあげれば、まあ、攻撃回数1回のキャラクターだと筋力値 ×3 倍ついても大した威力じゃないですが、筋力値 ×3 倍が16回分全部つけば筋力値 ×48 倍のダメージになるんで、まあ、乙姫の天獣は攻撃回数が多いキャラクターと相乗効果大きいですね。また後で分析動画の後編でどういうキャラクターと相性いいか紹介していきますね。はい、ということで、まあ今のところこれといって大きな恩恵をもたらすかなっていうと難しいかなっていうような印象ですが、何かいいアイデアがある方コメント欄なんかで教えてもらえると嬉しいです。はい、そしてスキル2ですね。スキル2は HP パーセンテージが低い敵を 720% の6回攻撃プラス知力値 ×8 倍の防御無視攻撃を乗せていくということで、まあ、6回攻撃していけば 4320% プラス知力値 ×48 倍の防御無視攻撃ができると。はい、でさらに敵が燃焼状態だった場合にはダメージが倍になって 8640% プラス知力値 ×96 倍の防御無視攻撃。はい、でこの後ちょっとややこしいんですが、攻撃するとき自分の残り HP が敵より 1% 高いごとに回心率が 1% 増加というような謎のクリ率アップの仕組みが入っており、はい、ちょっとこれ私もよく分かってないのが、例えば自分の HP が満タン 100% あって敵の HP が 50% しかなかったら純粋に 50% 回心率が上がるのか、はい、それとも例えば残り自分の HP がわずかで1万だけになってて敵の HP も残りわずかで5000だけになっていた場合、まあ、両方とももう数パーセントしか HP 残量ないんですが、1万という数字と5000という数字自体は倍の差ありますよね。この場合一応 HP の差は 50% あることになるので、はい、それでも 50% の回心率が上がるのか、スキル表記的には後者のような気がしますよね。残り HP パーセンテージがじゃなくて残り HP がっていう風に書いてあるんで、はい、ちょっとねここは調査しようがないんで運営さんに聞くしかないですね。どっちのパターンなのか、まあ、とにかく敵と HP 差をつけましょうというとこなんですが、まあ、このキャラクター一応スキル1打ち終わった後すぐ影光に隠れられるんで、まあ、自分の HP は 100% 近くに保つっていうのはそこまで難しくなく、なおかつ今バリア環境で HP
より先にバリアが身代わりになってくれるんで、 HP 自体はね高く、このキャラクター自体はキープしやすいんで、まあ、意外とこの会心率アップも作りづらくはないのかなっていうような印象ですね。影光が壊されなければ、まあ、ただ HP 高いと影光壊れやすいんで、実際にはあんまり決まらない気がしますが、はい、ですね、まあ、クリティカルまで乗れば、はい、合計で 15,984% プラス知力値 ×177.6 倍の防御無視攻撃ができると、知力値の200倍くらいのダメージ結構出せますね。でさらに一応スキル1の整合天獣自分につけるケースもないことはないので、まあ、天獣自分につければそこから知力値ベース防御無視攻撃の威力さらに上げることができるので、まあ、ちょっとそれも踏まえて他の副将と比較してみますか。こちらの表がステータスベース防御無視攻撃ができるキャラクターのそのダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、赤い山が全てのコンボがうまく噛み合った場合の火力、黄色い山が平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の火力、緑の山が平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の火力、青い山が全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の火力と、まず赤い山でそうとし直してみると、乙姫の位置としてはこの位置、はい、割と高いですね。こちら自分に天獣をつけた上でスキルにダメージ倍とクリティカルを出した連撃の場合、まあ、ただそこまでやっても狩野絵徳者に勝ててないんですよね。スキル2、まあ、関尾先生のスキル2にも負けてるしということで、まあ最新の MR キャラクターの火力としてはいまいち伸びきらなかったような結果となりました。まあこれだったらおとなしく狩野絵徳ちゃんだとかに天獣つけてあげた方がさらに伸びていい感じになりますね。はい、黄色い山でそうとし直した場合は第4位と、まあちょっとこれ先ほどのクリティカルの発生率の計算の仕方が定かじゃないのでだいぶ甘く見てますが、まあうまくクリティカルも乗ればっていうところですね。これも自分に整合天獣つけた場合の威力になってます。で第4位、はい、で味方に整合天獣がいっちゃって、なおかつクリティカルなんかもあまり出なかった場合、はい、この位置まで落ちて、まあ、A 徳ちゃんがこの位置、ニューメイちゃんがこの位置と、はい、関尾先生ずっと高いですね。やっぱり強いですねこのキャラクター。最後青い山でそうとし直した場合がこの位置と、帽子で言うとニューメイがここで、 A 徳ちゃんがここ、関尾先生がここと、まあやめちゃんが一番強いですね。低く触れた場合には、その代わりあやめちゃん高くもなりませんが、まあ、こうやって見ると関尾先生今バリア環境で2ターン目まで生き残りやすくなったんで、1回スキルに暴れてもらいたい気持ち、ちょっとした衝動が私の中にだいぶ前から生まれてますが、はい、その気持ちが暴走する前に水京先生超える知力値ベース防御無視攻撃キャラクター出てきてほしいとこですね。このままだと覚醒弾と神髄弾がぶっ飛ぶことになるんで、はい、とつてまあ知力値ベース防御無視攻撃の威力もそこまでコンボが全部決まったとしても突き抜けるほど高くなるというような感じではありませんでした。はい、じゃあ今回もタイマン戦映像を見ていきますか。はい、またみゆきさんの方で乙姫プラス7までもう一気に、ね、覚醒して、いやすごいですね本当にみゆきさん、はい、戦力4400万、はい、対してまずはこちらリコ4500万で殴っていきたいと思います。はい、しっかり乙姫が影光に入ってからスキル1打っていって、はい、影光壊れるか、壊れませんでしたね。はい、耐え切りました。まあさすが硬さはかなりあるんで、ただスキル2でクリティカルが出ると、はい、生後バフ全部剥がされてしまうので、まあ一気にピンチになると。まあただ張り直しが乙姫できるんで、またここで影光化してスキル1はギリ耐え忍んで、まあスキル2ここで剥がされて影光も壊れて落ちてしまうっていうとこですね。はい、お次4500万同格の俵ちゃん、はい、見ていきましょう。同じく敏捷値ベース防御無視連撃ですが、俵ちゃんの方が威力としては高いので、はい、スキル1からもう壊れに行って、でスキル2影光がないところを、またスキル2もめちゃくちゃ強いんで俵ちゃん、はい、スキル2で決着しました。まあやっぱり今影光だけだと敏捷値連撃なんかはさばききれませんね、なかなか。はい、で親氏4600万、200万ぐらい格上、はい、同じく影光した後殴っていきますが、まず撃砕つけられちゃうのが痛いですよね。はい、状態性ないんでスキル1でまっけなく落ちてしまうと、はい、いうところで同格親氏のスキル1で落ちてしまったり、あとエトクちゃん同格の4400万、はい、帽子との試合はどうか、これも影光で隠れて、はい、スキル1罪悪十字と箱をしっかりつけられて殴られていきますが、これなんとか全部耐えて、はい、エイトクちゃんのスキルに耐えられるか、はい、エイトクちゃんも影光化まで持ってかれましたね。はい、スキル2で落とすという形で、まあ、今回見た中は全部短期決戦で全敗してしまうというような、まあ、ちょっと耐久面やはり影光だけだと足りないかなってところですね。影光壊れた後も無防備だし、はい、で最後に自分の残り HP が 50% より低い場合、毎回攻撃するたびに 100% の HP 回復ができると、まあ、この回復の仕方はめちゃくちゃ優秀ですね。はい、パッシブ見ていきますか。 HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、平凡な値で、防御力パッシブ、これはレベル ×300 ありますが、はい、上から見ていってこの位置と、はい、しっかり防御力パッシブ持ってる中では最強クラスの値。はい、で乙姫なんといっても知力値ベース防御無視攻撃がないんですよね。ここが残念すぎる。はい、これもあるんで、まあ、さっき知力値ベース防御無視攻撃のグラフ見てましたが、まあ、結構競ってるキャラクターいましたが、みんな知力値パッシブ持った上であの威力が出せてるんで、まあ、元の知力値があんまり高くないっていうところが攻撃面でも残念なんですよね。いやー、ここに来てどうしてこんなことをしてしまったのか、まあ、ちょっと疑問ですね今回のパッシブ選びは。もうここにつきますねこのキャラクター。そして体力パッシブレベル ×300、はい、ここら辺の値に関してはしっかり高いところをキープできており、 MR 基準満たしているんですが、で防御貫通も、はい、レベル ×15 のレベル依存タイプと固定値の線ということで、まあ貫通もしっかり持ってて、いや綺麗なんですよねこういうとこは。で命中パッシブと会心パッシブ、はい、ちょっとここら辺疑問出てきますが、はい、レベル ×380 の命中パッシブ、はい、これは上から見ていってこの位置と、まあだいぶ高いですね命中パッシブ。で下見ていくとこんな感じというところで、まあミスってしまったら罪悪燃焼をつけられないんで命中欲しいとこではあるんですが、まあ、これを利用して戦役なんかでどんな立ち回りができる
できるかってところをまた分析動画後編で話していきたいと思います。もしかしたら戦役バリバリ進むキャラクターかもワンチャンまだ可能性残ってますからね。さあそして会心レベル ×400、はい、この値は上からざっと見ていってこの位置、これもだいぶ高いですね。下見ていくとこんな感じということで、まあでもスキルにクリリッツ補助もあるし、これじゃなくて知力にしてほしかったですね個人的には。で砲術会心ダメージ35があって、これは平凡ですね。で乙姫さらに神髄共鳴スキル、筋力と攻撃力ベース防御無視攻撃に対してダメージカットできるんですが、まあ、両方とも知力値を使った固定値カットということで、もう影光以外の耐久がどれもだいぶ柔らかくなってしまっており、うん、ここもどっちか割合カットにしてほしかったですね。まあ、特に攻撃力ベース防御無視攻撃。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、スキル1の天獣っていう生後バフが新しいキャラクターでしたが、まあ、ちょっとそれ以外の部分で特に知力値パッシブがないところが大きくスキルと噛み合わない形になってしまって、第一印象としては、もう知力乗せてくれればなっていうようなところありますね。そうすれば罪悪燃焼も決めやすくなって、バフ剥がし、生後バフ剥がしで活躍できる目がもっと広がったり、まあ、知力値ベース防御無視攻撃も決して弱くはないので、ダメージ出していくことができたりするとこなんですが、まあ惜しいですね、本当に。まあ、影光だけで見れば影光も硬いんで、まあちょっと今はね、それプラス踏破とかつけるようなキャラクター出てきてるんで、耐久としてはね、一段下がりますが、まあ一番活躍できる場面としては、ヤギウムネノリちゃんとか、カエサルのスキル2とか、まあ、攻撃回数が多いキャラクターに天獣をつけてあげて、そこにステータスベース防御無視攻撃を乗せてあげるっていうような動きをさせると、まあ、そういったキャラクターが化けるような形にはなりますね。まあとはいっても、3倍の追加なんで、めちゃくちゃ劇的にって感じではありませんが、うん、まあ、コキビが生後暴走を味方につけてくれたり、また純 MR で生後暴走不要キャラクターが来るのを待った方が無難な感じをちょっと今の時点でしてますが、まあ、ちょっと後編動画の方で戦役やボス、対人戦や白戦の総合評価、この後動画作っていきますので、はい、そちらで最終判断していきますか。はい、で、それまで時間ありますので、この乙姫に関して追加で調査してほしいことや、質問なんかがあればコメント欄に書いていただければ、後編動画に間に合えば回答していきますので、コメントの方もどしどしよろしくお願いいたします。はい、とつて、取り急ぎグッドボタンを押してもらえれば、それ横目にテンション上げて、後編動画作っていきますので、グッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、それでは。